リアカーで牛乳を売り歩く行商人、ベルギー1890の1900年頃行商は商品を顧客がいるところへ運び販売をする小売業のこと。行商は客の注文を受けて運搬していく配達とは違い、顧客のいそうな地域を商品を運搬しながら販売する方法で、講義には定期的に開催される市場をめぐって物品を販売する業態や、 所定の地域を巡回しながら呼び止められたらその場でサービスを提供するラウヤ、包丁、ハサミ券、靴磨きのような業態も含まれる。小売業に対して使用される言葉であり、卸売は行商とは言わない。商品の質によっても行商範囲は異なり、取れたその日に消費される必要のある生鮮食品は、都市周辺部や都市内部で取れたり作られた食品を、 運んで売り歩くが、より長期間の保存ができる物品などでは、都市から都市へと渡り歩くような業態も存在する。運搬は、現代では背中に背負って、電車などの公共交通機関を利用したり、自転車やオートバイやリアカー、あるいは軽トラックなどの自動車を使うことが多い。また、江戸時代には、天秤棒を担いで、その両端に売り物をぶら下げて担いで運搬することがあった。 販売の場所は、路上や空き地、公園の一角を曲がりするか、あるいは個別訪問をする。商売は元来、販売される商品がたくさんある場所や人から多くない、場所や人へ融通するものであり、行商はそれを仲立ちする商売の起源とも言える、販売方法である。現代でも、ごく一般的に、東南アジアの国々では、多く見かける、 肩にかけた棒に商品を下げて売り歩く、行商人らを元来固定施設で営業することがほとんどであった。業種でも自動車に営業設備を設けて営業する、携帯が近年増えてきている。これらの設備を、移動店舗、この販売携帯は移動販売と称し、一般的に行商という用語は使われない。加えて、移動式の施設を用いて飲食物を提供する、携帯を屋台と称するが、 移動する範囲も狭く抗議の行商ではあるが行商と呼ぶことはない。世界的に見てもこういった業態はた々存在し、都市部の市場で仕入れた物品を損落などを巡回する形で売り歩いた商人などの例は、古今東西で埋挙に暇がない。この中には、シルクロードを行き交った商人たちのように、命がけで山越え、砂漠越えをして点在する集落に物品を持ち込んだ。 物も,もいれば、そうやって、多くの商人の手を経てもたらされた異国の物品を、まことしやかな説明をつけて売るものも一部には存在した。中世ヨーロッパにおけるオカルティズムの中には、そういった商人の作り上げた説明が、真に受けられたと考えられる物品も数多く伝わっており、例えば、ウニコールがユニコーンの伝説と関連付けられ、下毒薬として流通していた。 いわゆる貿易も、当初の頃は、こういった行商で、都市間を巡回していた商人らが担っており、これが交通、輸送技術の発達にも従い、より組織化され相互連結されて、海外貿易などの極大な貿易網に発展していったと考えられる。当、ちま売り、地方煎売り、鳥売り、材木売り、竹売りのような、物売り、あるいは、女性の行商人であるな売り、 カツラメ、オハラメ、白川カワジョラの半モンがいた。戦国時代、江戸時代には長距離の行商人が、富山、京都、大阪、滋賀などから中国、中部、北陸にも及んだ通商路が確立されていった。一般人の移動には、政権があったので各国の通行には許可が必要だった。しかし行商人が運んでくる荷物は、各国で生産されていない。 生活必需品、軍事転用可能品が主なので比較的行商人は移動が可能だった。行商人が運んだ荷物には薬や織物、紐などがあり役などは、主原動者が山などで独自に調合した薬であった。綿織物や綿紐などが生産されていたのは後に忍びと言われる。人々が住む地域で行商しつつ、各国の情勢をスパイしたり資金を得たりしていた。 こういった中からサナダ従有などの物語も生まれた。忍びももともとは、密教の主言動社から派生した人々も多くものを生産売り歩くだけでなく、鉱脈や温泉などの自然資産発見も担っていたことから、外国から来た技術者だった可能性がある。日本橋歌川広重のハンガ時代には、都市の発達に伴い都市の消費需要を満たすため、小職人が発達し、 行商も出現した。行商は、天貧乏を担いだ業態では、棒手売り、背負い商人などの故障で呼ばれ、扱われる商品は、魚介類から豆腐、飴といった食品の他薬品など、生活物資、朝顔や金魚、風鈴といった生活に潤いを与える物品もあれば、大きなタンスなどの家具を扱う業態も存在し、果ては水を行商する者も,もいた。その様子は、 浮世絵などに描かれて、江戸時代の風物詩を今に伝えている。その後、傘や鍋の修理、靴の補修も行商で、サービスが提供されるようになった。この頃は生鮮食品の保存手段が限られ、仕入れたらすぐ売り切る必要があった。このため家庭の近くに売り歩いたり、行商や朝市などで販売する形態が多かった。その他、寿司やそばなどの料理も、 移動式の店舗で販売された。またこの頃には、越中国で盛んであった薬業が行場により販売する配置薬の販売方法が始まっている。また、在方でも商品作物の普及とともに農間漁業としての行商が行われた。なおこういった業態は後に輸送技術や保存技術の発達。 また都市部の消費拡大にも伴い次第に定位置に店を構える業態になっていったものもある一方明治時代初期に生まれた牛乳の業種のような新規産業に伴う新しい種類の業種もしばしば時代と共に発生した模様である21世紀に入った現代でも海産物に関しては海から遠い山間部やまた流通の主流が集中する都会から遠い離島や 平基地などの地域を中心に食品や生活雑貨主催の行商の仕事が残っている。日本における現代の職業としての行商は都道府県の条例によってその営業の届出が必要とされ行商の営業品目などの規制がなされている。自治体によって関係条例の名前は食品業商衛生条例や食品業商条例または 魚介類行商取締り条例など、そのニュアンスには若干の違いがあるが、概ね行商として定められている営業品目には、魚介類とその加工品、肉類とその加工品、菓子、パンアイスクリーム、豆腐類、弁当、ラーメンタコ焼き、石焼き芋、わらび餅などがある。ただし、東京都では特異的に肉類の行商を認めていないが、代わりに、 茹で麺類の行商があるなど都道府県や、政令指定都市ごとにかなり変化がある。また、野菜、果物類や焼き芋焼き銀難など農産物及びその単純加工品は、通常どの都道府県でも、行政への届けでは不要である。また、古物商の行商には、警察の許可が必要である。また都市部、地方問わず、一部の鉄道路線で豪車を区切った。 行商専用車が導入されていたが、地方施設の廃止や合理化で大幅に縮小し、2013年3月に、京成電鉄の列車が2020年3月に、近畿日本鉄道で運行されていた、専魚列車が廃止となっている。ありがとうございます。